やってきましたけどね、私元も子もない大事なこと忘れてましてね、これ三人だけで乗り換えてそのまま犬山まで行っちゃおうって言ってましたけど、ね、ここの乗り換えはね前にもやったことあるんでいいですけどね、大事なこと忘れてました。私そういえばここ乗るのにね立ってピッと来ましたからね、このまま上井田線に乗ってね、上井田駅通過してね、そのまま行こうと思うと、指定乗車になっちゃうんですね。こっちの上切符の方ね、フリー切符の方に乗らないといけないんで、指定乗車の中、犬山までのね、運賃払わないといけなくなっちゃうんで、これは、もったいないし、良くないです。ということなんで、せっかくなんでね、上井田線のね、上をね、歩きましょうよと。駅間走行やって、とりあえずそれで、なんとか場をつなごうと思います。さあ、言うてね、この上井田線ってできたのが後からなんで、実はこの上井田線ができるまではこの上井田からね平安通りっていうのは、結構歩く人が多かったというところではありますからね、そんなにも遠くないです。だってね、日本一短いあの鉄道路線、あ、鉄道路線やね、地下鉄路線か、地下鉄路線としては一番短いんですよね、この一駅しかないっていう路線が。ですから、歩いてもそんなにね、困りはしないというところなんですよね。電車も犬山駅でありますからね、一回そうここで出ないといけない、一歩出てよし、で、345番出てるような、こっちから出たれば、まあね、上の平安通りそのまま北側に行ったれば上井田まで行けますよと。よいしょ、上に出てきた。で、これ平安通りなんで、これをずっとこっち側に行ったら、結構すぐ着くはずですよ。うわ、風ほんと冷たくなってきたな。よっしゃ、こんな感じで巡回バスなんかも走ってますよね。もともとあのですから、その上井田が地下鉄が来てなかった時はね、一大バスターミナルになっておって、結構名古屋方面に直接走ってくバスなんかも多かったらしいですけどね、いやもうね地下鉄で行く前提で全部作ってありますね。前に動画であれですよ、上井田から栄までね走ってる路線に乗ったことありますよね。あのバスに乗ってもよかったのか別にね、ですけど、まあいいや、ここの一貫散歩はねやっといてもいいでしょう。結構店も多いんで歩きがいはありますよね。ここなんかもジョジョイなんだ、へえ、すごいな、このビール全部ジョジョイなの、へえ、料理運ぶの大変そう。キッチンは多分ワンフロアですからね。1階から一番上まで料理運ぶの大変そうですね。お酒は多分バーカウンターになってますもんね。まだいいでしょうけど。よいしょ、
これね、おなり通り三丁目、通りの名前が多いですかね。方面合ってるよな、合ってるよな、大丈夫だよな。この辺りは中日信用金庫なんですね。中日、この辺りが中日、中日ってなってるのは中日本から来てるらしいですね。銀行の真横にパチンコ屋さんってのもすごいですね。なんとこうお好み屋さんもあるし、ショップってすごいですね。文房具屋さんか。お盆地さん昔からやってそうなお好み屋さんって感じですね。スシローも見えてきたってことはもうだいぶ近いはずだな。見えてきた見えてきた、あの坂がね見えてきて、こうやってバスターミナルから出てくるバスが出てくれば上井田駅ですね。間違えた4万だ、便利ですね。
これが上伊田駅ですね。よし、あ、すんなりこれか。駅はそこから入った方がいいかな。よいしょ。これは石上飯田荘、市営の飯田荘って名前だったんだ。歴史を感じますね。まあ、結構荘というにはでっかい立派なあれですけどね。でここからターミナル、バスターミナルもありまして、まあ、ここのバスターミナルはね前にも出しましたよね。ここから境方面にね行くバス乗ったりもしましたけど、でそこから出入り口でここからね地下鉄にも行きますよと。でちなみに名鉄のフリーキップ赤いけど買えないですけど、ここの上伊田駅は名鉄の管理駅になってるんで、どうも買えるらしいです。まあ便利ですね。言ってこんだけね規模もありますから、上伊田駅自体のね利用も結構ありそうですよね。よいしょ。実際地下鉄通ってないねエリアのバスがここに発着をしているのも多いですからね。でここからだったら名鉄の方行くのねのもそれだけの料金できるし、地下鉄の方も地下鉄料金だけできるのでちょうどいいですね。赤い駅と同じような理由で、まあ実際その端っこに行くっていう縛りがなければね、大曽根からね行ったら一駅でね平安通りまで来れますから、全然そっちの方が早いですし、電車自体は直通してるんでね、こういったフリー切符とかの制約がなければ全然そのまま平安通りから乗り換えてね行けるんで便利ですよと。まあ一応ターミナルできましたね。でここはもう完全乗り入れ駅なんで、端っこになってる構造じゃないですからね、ターミナルの楽しみもないと。まあ、路線図上のターミナルですね。で、まあ、こんな感じで減ったとはいえ、今でもね上伊田中心にいろんなバスが出てますからね、なんなら名駅まで乗り換えなしで行けるんで、下手に名城線の沿線よりも便利だったりしますよね。よし、さあ今昼飲みのこんなんとかやってるんですね。さあもう駅の感じもやっぱ名鉄感ありますよね、赤い駅と違って。で平安通りじゃなくてこっちのね、よし普通に切っていけるはずやで。よし取れた取れた。で次は御嶽か、遠いなー。次は30分か、あ、10分近あるな。こんな感じでね、ホームタウンついてますからね、はい、一番新しくできてる駅ですからやっぱ綺麗ですね。で管理駅が名鉄なんで、赤い駅と違ってこんな感じですよね、名鉄っぽいデザインですよね。アフリカ、アフリカ、サクラの星となります。